大学卒業後、チェコ、ABA、WBA のチームと契約し、NBA デベロップメントリーグのフロリダフレーム、ベルギーのグルートルーベンを経て、2007から2008シーズンより、日本プロバスケットボールリーグの高松ファイブアローズに入団し、センターのポジションをつかむ。同シーズンのオールスターゲームにもブースター、投票センター部門1位で選出されて出場。 二年目も中心選手として活躍するが、一月に怪我で戦線離脱。翌2009から2010シーズンは琉球ゴールデンキングスに所属。オールスターゲームに2回目の出場。2010から2011シーズン開幕後の11月、埼玉ブロンコスに入団。2011年3月、東日本大震災により、 ブロンコスが活動を休止したため、新潟アルビレックス BB にレンタル移籍。2011年9月、新規参入チームの千葉ジェッツと契約した。11月にアキレス県断裂で戦線離脱。シーズン終了をもって退団した。ありがとうございます。